カブすき焼きチャンネル。はい、どうもカープスキジャケチャンネルです。今回は19日の巨人戦振り返りたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルの登録まだの方はチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。さあ、ということで19日の巨人戦ですが、9対3でカープが勝利しまして、このカード3連勝になりました。このカード3連勝がですね、今シーズン初ということで、巨人にはですね、今年一度東京ドームでね3連敗喫していますので、そのねやり返しが地元でできたというふうなところで、非常にね気持ちのいいゲームでした。でさらにこのゲームに限りましてはね、初回に3点取られたという中でしたし、栗林投手もね3連投を避けるためにベンチ外というね、いろんなね、縛りとかもあったんですけど、その中で打線が爆発して大量得点差で勝てたという非常にねポジティブ要素満載のゲームでしたので、しっかり振り返りたいです。でこの試合のスタメンはこのようになっていまして、菊池選手が前日のお休みから復帰して3番に入っています。で前日4安打打った坂倉選手が5番に入って、で8番に林選手スタメン引き続きで出ているというスターティングラインナップでした。で得点なんですけど、まず初回ですね、小園選手のレフトへのタイムリーヒットで1点を返します。これ非常に、ね、ラッキーなタイムリーヒットでした。でその後ですね、末金選手の左中間への第1号スリーランホームラン、これでねもう初回いきなり逆転に成功します。で4回には林選手のライトへのタイムリーヒット、さらに秋山選手もレフトへのタイムリーヒットで2点を追加。で5回には末金選手のセンター前ヒットを巨人の萩尾選手が攻撃する間に得点、さらに矢野選手の犠牲フライで2点を挙げます。6回には菊池選手のレフトへの第2号ホームランが生まれて9点を奪ったというゲームでした。はい、では野手陣の注目ポイントですが、この試合は何といってもね末金選手でしょう。4打数3安打3打点ということで、大活躍でした。何といってもね1打席目ですね、1打席目で待望の第1号ホームランが飛び出しましたし、これがねスリーランということで、今年ねカープあんまりこういうね点数が多く入るホームランね印象ないですし、逆転ホームラン自体ねそんなにない気がするんですけど、そういった一発をね打ってほしい選手が打ってくれたというね非常に気持ちのいい当たりでした。で打った球もね外に逃げるスライダーでね、甘く入ったところなんですけど、しっかりと変化球をスタンドに持っていったということでね、非常にいい一発でした。で2打席目もですね、ヒットということで、これはねラッキーな形で、イレギュラーしてレフト前ヒットになったんですけど、打球自体見るとね非常にいい打球をね打っていましたので、やっぱり打撃練習から状態がいいと本人ね言っていたんですけど、そこのね状態の良さが現れた打球の強さ1本でした。でさらにね3打席目はセンター前ヒットということで、これも非常にね内容が良くてですね、簡単に2ストライクと追い込まれてしまったんですけど、その後のボール3つね誘い球しっかりと我慢して3-2になった後、1球、厳しいツーシームをファールで逃げた後、最後もねツーシームだったんですけど、しっかりとこれをねコンパクトに腕を畳んでセンターに持っていったというね、技術の光る1本になっていました。この3本で今シーズン初猛打賞ということで、ここまでね、打率3割7分と非常に率残せていい状態になっていますし、この3打席目のヒットなんかもアプローチがね非常に良かったということで、第1戦のね対戸郷投手の時とかもねボール球を見極めてるというね、いいアプローチ紹介したんですけど、そういうふうにしっかりねボールが見えているというのがねこういった結果につながっています。で前の試合もヒットを打って、この巨人3連戦ではね9打数4安打というね、巨人キラーぶりをね継続してくれていますので、非常に頼もしいですね。で、この試合のように、一発も打てますしタイムリーも打てるということで、今ね小園選手の勝利打点で勝つゲーム多かったんですが、この試合は末金選手が勝利打点ということで、小園選手の後ろにね末金選手が打点上げることで、小園選手との勝負をね相手も避けづらくなりますし、小園選手が塁出ることも多いので、その分得点も上がってくるということで、末金選手に期待しているのはこの試合のね一発だったり打点ということでね、ポイントゲッターとして引き続きね頑張ってほしいなというところで、非常にいい一発で飛び出しました。
で続いて林選手ですね、4打数2安打1打点ということで、2試合連続のヒットが生まれています。で1本目のヒットね、タイムリーヒットになったんですけど、まあ、今シーズン初打点ということで良、かったんじゃないでしょうか。このタイムリーヒットもですね、まあ、あの結果的にはね、タイムリーになったということで、まあ、当たりはね良くなかったですね。まあ、どん詰まりではあったんですけど、まあ、しっかりとライト前に落ちたというところからね、まあ、ボールに対してしっかりと強いスイングができているという結果ね、詰まりながらもなんとかね落とせたということなんじゃないかなというふうにね、感じました。でもう一本打ったヒットはですね、まあ、一塁のね、岡本選手強襲のライトへのヒットということで、まあ、当たりはね非常に良くて捉えた打球でしたのでいいバッティングでした。で初回のね、1打席目に関してもね、まあ、結果的にはライトフライになったんですけども、丸選手のファインプレーというところで、ヒットのようなね内容でしたし、まあ、この試合は、この3打席に関しては非常にいいスイングができていたんじゃないですかね。まあこのチャンスね、今1軍に上がってきて、2軍でもそんなね状態良くなかったんですけど、1軍に上がってきたという中で、まあ、必死になんとか結果を残そうというのがね伝わってくる活躍になりましたし、まあ、本当にね、ここで結果を残せなければね、今年も厳しいというようなね状況になってもおかしくない立場ですので、まあ、こういうね、いい結果っていうのをねぜひ継続して、まあ、そうすればこのゲームのようにチームもね得点増えたりしますので、まあ、あとはね一発ですね、一発が見たいなというところでね、まあ、この試合のようなスイングをね心がけて結果をね継続して出してほしいなというふうにね、まあ、期待のできるこの試合になりました。で最後坂倉選手ですね、4打数2安打ということでですね、まあ、坂倉選手、前日が4安打ということで、まあ、ホームランもね飛び出したり非常にいい活躍をしていまして、まあ、それに続いてこの試合もマルチ安打ということで、まあ、1打席目なんかはですね、これもアウトにはなったんですけど、まあ、インコースの難しいボールをね、ショートの頭落ちそうかなというね打球打って、まあ、これファインプレーに阻まれたんですけど、まあ、しっかりと難しい球に対処できていましたし、2打席目ですね、まあ、センター前に綺麗なヒットということで、まあ、しっかりとね、強い打球でセンターに弾き返したいいバッティングになっていました。で2本目のヒットもですね、まあ、これは別に当たり自体はまあ良くなかったんですけど、まあ、レフトへのヒットをね外角のボールを打ったということで、まあ、逆方向にね打てるようになっているというのが非常にいいんじゃないですかね。まあ、この前のヤクルト戦もね逆方向へねツーベース打ったりしていましたし、まあ、前の試合の4安打のホームランなんかもね、まあ、センター方向へのホームランということで、まあ、この試合もセンターとレフトへのヒットということで、まあ、こういうねセンターから逆方向にね打球が出てきているっていうのがいい状態かなというふうにね、思っています。まあ、今年ちょっと打てないときは本当に引っ張った、まあ、セカンドゴロとかファーストゴロがね多かったんですけど、まあ、ここの2試合に限っては、まあ、昨日の1打席目なんかはちょっと危ないね、そういうセカンドゴロっぽいのではあったんですけど、ヒットを見ればね逆方向へのヒットっていうのも飛び出してきていますので、まあ、取り戻しているんじゃないかなというふうにね、信じています。でやっぱ坂倉選手がね復活すれば、まあ、得点力もね必然的に上がってきますので、もともと力はある選手なのでね、まあ、この3連戦で、まあ、そういった力取り戻しているかなというふうにね、まあ、信じています。まあ、なので来週ね、この状態というのを維持してもらってね、まあ、本来はね3割付近も打てるバッターですので、まあ、ここでねこの2試合でも一気に打率も2割2分まで上げてきましたので、もう一気にね3割近くまで上げていってくれると信じていますので、まあ、本来のバッティングをね取り戻してまた来週ね頑張ってもらいましょう。その他の気になるポイントですが、このゲームはですね、まあ、小園選手以外で7打点を稼いだということで、まあ、巨人戦3連勝になりました。で日曜日のマツダスタジアムに限ればねここまでなんとね得点がなかったということだったんですけどね、まあ、1点奪えて、まあ、一気に9点奪えて勝てたということで、まあ、非常にいいゲームに、なりましたね。まあ、気持ちいい一勝になったんじゃないかなというふうにね、感じています。で、まあ、その小園選手にもねタイムリーを生まれていまして、まあ、初回ですね、まあ、初回のタイムリーヒットね、これは本当にねラッキーな感じでね、まあ、打った瞬間ねまあファールかなっていうのがね本当ラインのね真上ぐらいにね落ちるポテンヒットですね。まあ、当たりも良くないポテンヒットでタイムリーになったということで、まあ、ここら辺は本当に小園選手がねここ数試合神がかってる活躍のね、まあ、流れが来ているのかなというふうなところで、まあ、この9試合はですね、まあ、10打点になっているということでね、まあ、試合数以上の打点を稼いでいますので、まあ、それほどどれだけねチャンスで打ってるかっていうのがね伝わりますね。
まあ、できるだけこの状態をキープしてもらって、琴ノ選手やっぱりこういう勝負強さでねチーム勝ちに導いてくれていますのでね、まあ、引き続き4番だったり3番打つ機会が多くなるというふうにまあ予想されますので、まあ、琴ノ選手のバットっていうのはね注目していきましょう。で、秋山選手がですねタイムリーヒットを打った場面ですね、4回ですね、レフトへタイムリーを打ったんですけども、これが非常に芸術的でしたね。まあ、インコース寄りのまっすぐだったんですけど、まあ、ほぼ片手でですねレフトに持っていったという、まあ、秋山選手らしいね技ありの一本ということで、まあ、このタイムリーヒットで4試合連続安打になりました。まあ、ちょっとここね1週間は状態をね落としてはいたんですけど、まあ、4試合はねヒットが出ているということで、まあ、ただね4打数1安打がね4試合続いているので、まあ、完全復調まではね行ってなくて、まあ、そんなに状態も良くないという中では、ね、あると思うんですけど、まあ、こういう風にヒットが出ているというのはねいいところだと思いますし、やっぱりこういう効果的な打点も上げてくれていますので、まあ、非常にね頼りになる存在だなということでですね、まあ、しばらくはちょっと秋山選手1番としてね頑張ってもらうことになるんじゃないかなというところでね、まあ、毎回言ってるんですけど、まあ、そろそろちょっとお休みなんかもね与えてあげてほしいなという起用法にもね、注目してます。そして菊池選手ですね、4月25日以来の第2号ホームランが飛び出しました。このホームランもね、まあ、菊池選手らしいね一発ですね。まあ、甘くなったね球ではあったんですけど、まあ、もう思いっきり振ってレフトに入ったという、まあ、一発になりました。でこれがですね前回打った4月25日のホームランが実はですね、まあ、前の日がたまたま雨天中止でね休みになった次のゲームだったんですね。まあ、この試合に関しても、まあ、前の試合スタメンから外れて休養日明けの試合ということで、まあ、休養日の後の試合にね、ホームランが2本生まれているということで、まあ、やっぱりお休みっていうのは一つね重要になってくるんじゃないかなというところで、まあ、お休みをね、菊池選手に与えることで、まあ、こういった体のキレとかも生まれてね、一発が生まれたんじゃないかなということもね、まあ、考えられますので、まあ、この守備でもねいいプレーも連発してくれていましたし、菊池選手に関してもね、まあ、今後も休み、こういう風にね休み明けには打ってもらうという起用法続けていってほしいです。でこの試合は下位打線の、ね、若手が2試合連続で打点を挙げて勝利したということで、林選手が先ほど紹介した通り、まあ、タイムリー打ってますし、まあ、矢野選手も、ね、犠牲フライを打ったということで、まあ、この犠牲フライも、ね、非常に効果的な1本でしたね。まあ、5回相手のミスでランナー3塁に進めた後、ね、矢野選手がしっかりと外野に犠牲フライを打てたということで、まあ、下位で2打点挙げれたのは、ね、非常にいいポイントでしたし、まあ、前の試合も下位打線に入った、ね、初木選手がタイムリーヒットを打ったりという、ね、ちょっと数週間前、まあ、1、2週間前ですかね、まではちょっと6番以降がなかなか打ててないよというね、風に紹介していたんですけど、まあ、この2試合に限ってみればね、下位打線がしっかりとヒットを打って結果を残しているということでね、まあ、やっぱ若手選手が活躍すればチームもね、盛り上がりますし、まあ、それがね、その選手の経験にもなって、またレベルアップにつながるんじゃないかなというところでね、まあ、この2試合は非常にね、いい活躍が見れましたし、まあ、それが勝利に貢献しているということでね、まあ、今後も下位打線はね若手がメインで入るんじゃないかなというふうに予想されますので、下位打線に入ってね出番をもらったという若手はね、まあ、こういうふうにギラギラね結果をつかみ取って、くれるということにね期待しています。で今後なんですけど、小園選手とね坂倉選手、末金選手がね、ポイントゲッターになれば得点力が上がってくるということでですね、まあ、形がある程度見えてきたかなというふうに思いました。前まではね上位打線ね、まあ、秋山選手、野間選手、とかをまあ上位に置けば、まあ、なんとか得点できるよというねところで、まあ、それで実際ね 1、2番にその2人を置いて、まあ、小園選手に頼むぞというね形でなんとか最小得点とかで勝っていたんですけど、まあ、やっぱね苦しい状況が続きますので、まあ、それにねさらにプラスアルファということで、まあ、坂倉選手がね復活しつつありますし、まあ、末金選手も状態がいいというところで、まあ、この3人もね固めておくで、まあ、その3人で点を取るということができればね、やっぱり得点もこのゲームのようにね上がっていきますので、まあ、引き続き1番にはね秋山選手で、まあ、2番に野間選手とかを入れて、で前の試合みたいにもうシンプルにね小園選手を前にね置いて、3番小園選手で4番に末金選手
手、5番に坂倉選手という形でもいいですし、まあ、このゲームのようにね、4番小園選手、5番坂倉選手、まあ、6番末金選手という形でもいいんですけど、まあ、とにかくこの3人もね、くっつける。で、3人にランナーを返してもらうという形をね、作れば、まあ、しばらくは得点また増えるんじゃないかなというふうに信じていますので、まあ、この3人がね、しばらくはまたね、キーマンになってくるということで、この3人のね、打点というところにね、期待していきましょう。で、最後は2軍情報なんですけど、まあ、2軍で、シャイナー選手が来日初ホームランを打ったということでですね、まあ、待望の一発ですね。オープン戦とかでもホームランがなかったんで、まあ、これが本当に正式な対外試合での第1号ということになりました。非常にね、まあ、大きな当たりで変化球がね、甘く入ったところを捉えた一発ではあったんですけど、まあ、これを機にまたね、2軍の方でも状態が上がれば1軍にね、声がかかるかと思うので、まあ、助っ人はやっぱ1軍で活躍してなんぼですのでね、ここから状態をね、上げてもらいましょう。続いて先発、あとは投手ですが、6回途中降板で98球打たれたヒット4本失点3という内容でした。この日のアドア投手でしたが、まあ、6試合目の先発登板でしたが、まあ、そのうちね半分、まあ、3試合目となる初回失点ということで、まあ、初回はですね、まあ、本当に制球がね定まっておらず3失点してしまったということで、まあ、先頭のね丸選手へのねフォアボールももちろんなんですけど、まあ、その後のね坂本選手に打たれた変化球なんかも真ん中付近の直球で、萩尾選手に最後打たれたスライダーもね、もう真ん中のスライダーということで、まあ、他のまっすぐは大きく外れたりして、まあ、最後に甘く入ったところを打たれたというね、ちょっとコントロールが乱れてしまったせいで失点が増えてしまいました。ただね、2回からは、まあ、随所にカーブも織り交ぜたということで、まあ、ちょっとこのカーブもね、まあ、良かったり悪かったりという球が多かったりして、まあ、全体的にはね、あんまり良くなくて、腕振り切れてなかったり、まあ、コントロールができていなかったんですけど、まあ、これで空振り奪う、まあ、球も1球ぐらいありましたし、まあ、このカーブで若干目線変えたりね、タイミング外せたというのは、一つまあ良かったのかもしれません。で、まあ、まっすぐですね。まっすぐはやっぱり決まればね、いいんですね。球威があるので、まあ、ファールも打たせたりね、フライアウトにできるという、まあ、非常にいいボールですので、まあ、これをね、ゾーンにやっぱ投げるということが一つね重要なポイントになります。で、まあ、その後2回以降ですね、まあ、2回もちょっとコントロール荒れ気味ではあったんですけど、まあ、3回からは、コントロールも改善されて、まあ、最終的には6回途中まで投げて2失点で抑えたということで、まあまあ試合はね作ったというのは良かったんじゃないでしょうか。で、まあ、6回もね、まあ、結局アウト1個も取れずに降板したんですけど、まあ、先頭のね吉川選手にフォアボールということで、まあ、これもちょっとねボールが突然荒れてしまったということで、あそこもね、出していなければ、ランナー出していなければね6回も投げ切れたじゃないかなというようなねところだったので、まあ、もったいない点にはなりました。で、まあ、この先発6試合のうち、まあ、5試合でね、先制点を挙げてしまっているということでですね、まあ、ちょっとそこら辺がですね、まあ、今後のやっぱ課題ですかね、先制点を挙げてしまっているという試合が続いて、まあ、打者陣のおかげでね、勝てているというね、ところもありますので、まあ、そういう中でしっかりと先制点与えずにね、なんとかリズムをね、作っていけばもうちょっと楽にね、勝てたりして、長いイニングもね、どんどん投げれるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そこがまた課題だとは思います。まあ、とは言っても、まあ、チームトップタイの、ね、4勝目ということでですね、まあ、テンポよく、ね、投げてるっていうのもあるんかもしれないんですけど、まあ、その、ね、勝ち運も、ね、恵まれてますし、まあ、あとは修正力ですね。まあ、初回に失点するのが多いんですけど、まあ、やっぱ試合は、ね、ぶち壊してないということで、どうなるんだろうなという立ち上がりでもね、まあ、終わってみれば5回2失点3失点、6回ね、2失点3失点と、まあ、試合作ってるのでね、まあ、勝ちがつくいてくるっていうのも、ね、あると思いますので、まあ、そういった意味ではその修正力の高さっていうのはね、非常に素晴らしいものをね、見せてくれていますので、まあ、次はね、まあ、先制点も与えなかったり、初回からねいいピッチングすればもうちょっとね失点も少なく長いイニング投げれるかなというふうに感じていますので、まあ、今本当にね修正力の高さで4勝して助かっているんですけど、まあ、さらなる高みを目指すという意味でもね、そこら辺を改善してもらいたいと、期待してます。続いて中継ぎですが、まず森浦投手ですね、6回途中から登板して3者連続三振という素晴らしいピッチングでした。ノーアウト1、2塁からの登板だったんですけどね、まあ、2試合連続の火消し成功というね、いいピッチングでした。まあ、この試合はチェンジアップがね非常に素晴らしかったですね。チェンジアップ8球投げたんですけど、まあ、そのうち7球が空振りということで、非常によく抜けていたんじゃないでしょうか。で、まっすぐもね、球威があるボールで140後半は出ていますし、まあ、チェンジアップだけじゃなくて、やっぱ
ぱりこのまっすぐがねあってこそのチェンジアップですので、まあ、今年はこのまっすぐに球威があるのもね非常にいいなというところで、まあ、2試合連続でいいところで無失点をね抑えてくれましたので、まあ、非常にいい内容のピッチング続いています。で、7回は堀江投手ですね、まあ、1回を投げて三者凡退ということで、まあ、前の試合ちょっとまっすぐがね心配だなというふうに感じていたんですけど、まあ、っすぐね、まあ、球威戻ったのかなというところで、まあ、しっかりと押し込めていましたし、いいボールがいっていました。で、三者凡退で、まあ、これでね16試合中15試合目の無失点ということで、まあ、今年は本当にね安定感のあるピッチングをね見せてくれていますので、本当にまあこれをねシーズン通してできるように、今後もね期待したいです。で、8回はね中崎投手でした。まあ、2番から始まるという中で、まあ、ヒットはね、岡本選手に打たれはしたんですけど、まあ、最終的に無失点ということでね、しっかりと仕事をしてくれました。で、9回がね黒原投手でした。5月5日以来ね、まあ、約2週間ぶりの久しぶりの登板になりました。まあ、難しいとこはあったと思うんですけど、力強いまっすぐでね先頭の萩尾選手は空振り三振に打ち取りましたし、まっすぐはやっぱ全体的に見てもね球威があっていいボールで、行っていました。で、やっぱ左バッターのね、抑え方がね課題残るかなというところで、まあ、秋広選手に対してね、まあ、8球粘られて、まあ、最後ここはね不運なサードへのボテボテの内野安打ではあったんですけど、まあ、ここもねちょっと追い込んでからね決め手にかけるということで、まあ、石原選手見てもねやっぱり外にしかね構えていないということで、まあ、インコースねつける、状況ではないのかなというところが推測されて、となるとやっぱ外中心になるんですけど、まあ、外だけで抑えるのはやっぱり難しいところがありましたので、まあ、ここをね、もう勇気出してインコースズバッといくか、まあ、それとも外だけで抑えるね、まあ、何かしらの工夫が必要かなというところで、まあ、そこがまた次の登板のね課題として残るんじゃないかなというふうな気がしました。はい、では最後に次のゲームですが、カード変わって阪神とマツダスタジアムでの3連戦ということになります。予想の先発ですが、カープ床田投手、阪神は村上投手としております。ということで、まあ、早くも床田投手と村上投手のマッチアップがね4度目が行われるんじゃないかなというふうに予想しています。で、前回はですね、まあ、床田投手が勝利したということで、まあ、甲子園ではあったんですけどね、床田投手の、まあ、ナイスピッチングで2対0でカープが勝利しました。で、まあ、その試合もね村上投手から、まあ、エラーも絡んでいたんですけど、まあ、初回先制点奪っていますし、まあ、その1個前の試合ね、マツダスタジアムでの試合でもね、秋山選手の先制ホームランが生まれているということでですね、まあ、この2試合は村上選手からいい感じでね、初回に点取れていますので、やっぱ立ち上がり一つポイントになるんじゃないかなというところで、この試合もね立ち上がりに注目していきたいなというふうに思います。で、秋山選手と小園選手と菊池選手がね、対村上投手は相手ね、ここ2試合連続でヒットを打っているということで、まあ、タイミングとかもね合っているんじゃないかなというふうな気もしますし、まあ、あとはね坂倉選手の状態も上がっていたりね、末金選手もね、状態がいいですので、前回は2点取ったんですけど、まあ、それ以上の得点といったところを期待したいなというふうに思っています。で、まあ、とは言ってもやっぱいい投手同士のね投げ合いですので、まあ、投手になるんじゃないかなというところ で、で、まあ、さっき言ったようにね、上り上司の打線ですので、まあ、村上投手の方で、まあ、大量得点というのは難しいとは思うんですけど、まあ、床田投手を援護して勝てるようにねして、もらいましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。巨人戦見事な3連勝でチームの状態もいいんじゃないかなと思いますので、来週頭の首位攻防戦、阪神相手の3連戦もぜひ勝ち越してもらいましょう。このチャンネルの登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではカープの勝利に乗りまして、シアカープ頑張れ。